はい、ありがとうございます。まずは前作女美から歌わせていただきました。改めまして皆さんこんにちは。こんにちは。今日はね、暖かくなりまして本当に良かったと思いますけれども、町田の鈴木楽器店さんには新曲の港別れ雪では2回目のキャンペーンということで、今日はアンコールキャンペーンとなります。本当にね、お越しいただきましたお客様ありがとうございます。最後まで心を込めて精一杯歌わせていただきます。日本クラウンの花咲雪美です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも金子さんよろしくお願いします。先日ね、山梨県のベレー帽のお店、いつもありがとうございます。今ちょっとありがとうございます。いつもね、いいお写真ちょっとお預けさせていただきます。山梨県の、北杜市という、ところに行ってきたんですけど、そこの特売でね、鈴木貴さんにお世話になりましてね、はい、北杜市というところの、行ってからお家に帰ってきてテレビで見たら、今の住みたい田舎の街ランキング1位なんですって。なんか、それ早く知ってればよかったと思って、帰ってきてからテレビで見たんですけど、すごいんですよ。なんか2人目のお子さんから、保育園料が全部タダだし、あと医療費は中学校3年生まで子供は全部タダなんですって。そんなね、街ってなかなかないじゃないですか。だからすごいところだなぁなんて思いながらテレビを見ていたんですけど。